おはようございます。ただいまですね、時刻は、3時半です。本当はね3時に出ようと思ってたんですけど、ちょっと3やっぱり起きれなくてですね、はい、これから出発したいと思います。それでは、エンジンをかけてから、また動画の方を撮りますね。はい、はい、準備の方できまして、これから出発していきます。ただいまですね、和歌山市駅の近くに、泊まっておりました。はい、時�刻の方はですね3時41分、まあ、先ほどからちょっと経過しまして、まあ、このままですね、石川県の千里浜なぎさドライブウェイの方に、行きたいと思います。これからですね大体5時間かかります。はい、紀の川パーキングに着いたんですけどね、なんと営業時間は7時からだそうです。わお。じゃあちょっとですね、まあ立て続けにもう一箇所次のパーキングがまたガソリンスタンドがあるんで、ちょっとですねそちらの方に行ってみたいと思います。はい、続いてのパーキング、岸和田パーキング、ここもガソリンスタンドがあるんですけど、お、反対側がやってるということはちょっとやってる可能性が高そうです。これはちょっと期待です。お、光ってますね。いやー、ここもちょっとダメだったら次何キロ先になるのかなと。まあメモリはですね4分の1あるのでまだ少しは余裕があったんですけど、なるべくやっぱり早めに入れておきたいなっていう気持ちはあるので、助かったというところです。はい、じゃあはい、それでは、燃料の方入りまして、メーターの方7641キロで、今日は行きたいと思います。はい、時刻がですね4時13分になりました。残り、369キロというところで、一番ね、昨日から走って思うことがあるんですけど、朝の4時あたりが一番寒いなと。はい、で一番ありがたく感じるのはトンネルなんですね。このあったかいんで。はい、それではですね、ただいま6時、北陸道の方に入っていきます。ターンを降ります。ただいま時刻が8時6分になります。はい、しかしですね降りたところがもうすでに渋滞と。料金はいくらかな、6200円。K4 でも渋滞じゃないですね、信号ですね、まあ、軽自動車料金でもそんぐらいやっぱかかってしまうと、はい、いうところです。まあ今日和歌山からだったんでね、まあ、距離もあったんで、まあ、そのぐらいは普通だと思います。まあ、大体いくらぐらいかな、今までで5万円までは行ってないと思うんですけど、でも3万とか多分超えてると思いますね。初日がまず埼玉から大阪ぐらいで確か1万と300円がスタートだったんで、その後にまあ3000円とかですね、2000円とか4000円とか、まあちらほらその辺の金額が入ってきてるんで、まあ足すとですね、まあ、結構いい金額になるんじゃないのかなと思ってます。まあ、燃料の方はですね多分5万円までは本当5万円もかかんないだろうな、多分今日これ千里浜行ってその後福島行って、で福島からまあもちろん全行で多分帰るんですけど、埼玉まで帰ったとしてもまあ多分4万円くらいで多分お釣りが来るような金額だと思います。よいしょ、はい、高速降りました。高速なのかな、まあ、無料なんだかわかんないですけど、とりあえず降りてですね今浜で降りてここを左で入っていくみたいです。ただいま信号待ちです。時刻がですね8時36分で、温度が、気温がですね、気温が12度ぐらいだったかな。
途中の電光掲示板に載ってたのが、まあ、そんなにやっぱあったかくはないですね。で今距離がですね8000と15になります。はい、ここで一時停止。お、いよいよ来た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 、いざ。でもやばい、これやばい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 、結構やばいっすよこれ、結構やばいっす、ほんと怖い、刺さったらどうしようっていう、こけて刺さったらもうあれですね。おー、いいいい、この海を見ながらの走行、なんかめっちゃ不思議な感じ。ほんとこんなのでもハマったらあれですよね、絶対動けないじゃんっていう。とりあえずですね、あの YouTube でCVO の方が U ターンをしようとして刺さっ、転んだっていう動画は見たことがあったので、ちょっとですねそれはやめておいて、あとさすがにこの辺りですね、さっきバイクの人が1人いたぐらいで誰もいないんで、一応ですねちょっと写真を撮るのも安泰にこの辺走れるところで撮ってみようと思います。はい、じゃないとねちょっとねこれほんとそっち行ってハマっちゃったりしたらスタンドが刺さるそうなんで、完全に一応コースターっていうかディーラーでよく置いてあるスタンドに、なんて言うんだろう、スタンドが直接その店内とか室内で保管しているバイクが、まあスタンドが早ければコンクリートとかと削れて傷がつかないようにするやつですね、まあ板っぱねでもいいんですけど、そういうのとかとりあえずですね、まあ1枚買って持ってあるんで、それをですねちょっと置いてやろうかなと。お、カモメがいる。なんかちょっとここら辺絶好のあれじゃないですか。ちょっとこの辺にしようかな写真撮るの。お、ちょうどいいちょうどいいちょうどいい。ここはちょっとですね刺さりそうなんですけど、ちょっとですね怪しいんで、こっち側にお土産を今回は入れてあるんですよね。でこっちの ETC 側にあった、ででん、これです。これを取り出して、でさ、昨日川寿司のオーナーのヒデさんと盛り上がったんですけど、これをどうやって取るかっていう話があったんですね。お、行った。オッケー、これで行こう、これで行きます。ただこれを取るときちょっと一応僕とかですね、なんとかこっちまで手がのぶの届くんで、そっち側足をギリギリついたまま、なんでちょっとこけないようにこのままやってみたいと思います。はい、じゃあとりあえずですね一旦このまま写真を撮るので終了します。はい、今日はですねこの先ほど動画の続きで、千里浜の渚ドライブウェイに来ています。でですねここちょっと初めて来たんですけど、すごいいい場所で、海っぺりを走れるのは多分ここだけだと思うんで、ぜひですね動画、走行動画とか見ていいなと思った方は、いや本当1回は来てもらった方がいいと思います。バイクは平日なんで車自体もいないんですけど、
まあ、やっぱここを動画とかでも見てて、いや本当良さそうだなっていうんで僕も来てみたんですけど、予想以上に実際に来てみるとすごいいいんで、ぜひですね一回この海っぺりで、まあさっきまでも写真撮ってたんですけど、ぜひ写真とか動画撮って、で、まあ、ちょっと見栄え悪いんですけど、さっきあのブルゾンと、ブルゾンっていうか、まあ、ジャケットですね、あのこっち側に置いちゃったんですけど、下にやっぱ置くとあの湿ってるんで若干濡れちゃいます。なんでね、そのまま上にもういいやっていうんで写真撮り終わっちゃったんでこっちに乗っけてるんですけど、まあ、あとちょっとバイクの方がですね走りっぱで、あの洗車してないんで、だいぶ虫とかがすごいんですよ、ね、このアタックが。ちょっと洗車してからあの取りに来いよという話なんですけど、ちょっとですねこの後もカツカツで福島の方に日が暮れないうちに紅葉取りに行きたいなと思ってるんで、ちょっとそこもですね、あの本当見てくれてる方の、まあ、あのまた行きたい場所が1個増えればいいなと思って、福島のその、これからの時期あの絶対にスカイラインの方ですね、あの動画撮影したいんで、ちょっとそこに行くためにもうバイクちょっと汚いんですけど、それそっちのけで行くんです。で、まあさっきも言った通りですね、一応これ刺さって、まあ、バイクがあの転倒なんかしちゃったら、ウルトラとかやっぱり、まあ、起こせる人はすごいですけど、起こせない人とかやっぱり、まあ、まあ僕もそうですけど、あのそういう方はですねこのコースターとか、あとはなんか、木の板っぱねとかでもいいと思うんで、ちっこいやつとかなんか持ってきてスタンド代わりにやった方がいいと思います。まあ一応ねこの辺はあの普通に硬いんですけど、まああの念には念をっていうところで、はい、やった方がいいと思います。で海も本当綺麗で、あとはですねそっちの方から来たんで、こっちからこう行って、で多分あそこであの 回れるんでそのまま帰りたいなと、帰りたいなっていうか次の福島に行こうかなと思ってます。でなんかあのこの海の家じゃないですけどあるんで、やってるのかなと思って、まあちょっとあったら食べたいんですけど、まあいらっしゃいませとかなってるんで、そうだちょっと行ってみますか、せっかくなんで。もうね超汚いですよ、適当で。とりあえずここをきれいにしてる暇があったらなんかねやろうと。でこれはさっき高速のパーキングで買ったお土産です。もうお土産ボックスがウルトラって、このボックス結構キャップがでっかいように思うんですけど全然入んなくて、こっちとかにお土産入ってるんですけど全然入んないですよ本当に。なんでお土産はですねなんかリュックとか本当に買って持ってきた方が、買って持ってきたっていうか持ってきた方がいいかもしれないですね、はい。で反対側はまあ ETC とか、あとタッパとか、なんかその辺のあれが入ってます。まああんまり普通バイクの時自分とか取んないんですけど、まあたまにはいいかなって感じで撮影してます。まあこんな感じですね、こんな感じで。この辺はもう砂がすごい柔らかいんで、やってんのかな。30分、今9時15分なんですけど、9時半にはちょっと行きたいなと。じゃあ、はい、いらっしゃいませ。何かありますか。できますよ。できます。どうしようかな。何がおすすめですか。おすすめはこの白貝、ごめんなさい、この海しか取れない貝、この貝でしょ。金沢でこれ饅頭貝と刺身焼き、どちらもできる貝、こういう貝。何分くらいですか。何分くらいですかね。2、3分で焼ける。え、本当ですか。うん、じゃあ1枚焼いて1枚刺身しよう。2人取り立てられるから。じゃあそうします、はい、お願いします、はい、ということで、白貝って読むんですか。白、白貝、白貝いただきます。あ、ごめんなさい。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっといただきます。人あ、そうですよね。今日も今日波はこれ高い方なんですか。はい、あ、高いんですか。あ、いつももっと穏やかで。ここで仲良くやなと思って言ってたんよ。これは何で食べるのが一番いいんですか。そのままですか。そのまま、はい、そのまま味は入ってます。そのままで。おお、はい、焼き貝いただきます。あくい、若いうちだけでね、やっぱそういう思い出作った方が一番いいよね。ご結婚されたりお子さんできたりするとなかなか重要な時間もあるしね。おいくらですか。はい、800円です。ちょっとで。ありがとうね、お兄ちゃん。いえいえ。良、はい旅立ちって。体気つけてね。はい、ありがとうございます。ごちそうさんでした。はい、ありがとうございます。はい。よいしょ。うまかった。なんかね、あそこで、ほら、撮ってます。サラリーマンも、みんな、好みますね。まあ、すごいな。いいおばちゃん。牡蠣も美味しく、牡蠣か貝かだからよくわからないですけど、とりあえずうまかった。頑張って、はい。まあ普通にバイク止めといてもですね、まあ、車の行き来は激しくないところなんで、あと夕日がすごい綺麗らしいんで、ぜひね、いいなと思った方、来てみてください。はい、じゃあこれから、福島の方に9時半なんで、ちょうど移動したいと思います。はい、いつもですね、ご視聴いていただきありがとうございます。はい、じゃあ移動します。それでは、福島県の会津磐梯スカイラインの方に行きたいと思うんですが、このコースター一応ですね、ちょっと撮るのにチャレンジしてみようかなと思います。まず重心を、傾けたら400キロのこの巨体が左右どっちからかに行くともう手に負えないんで、もう超安全にですね、はい、よっしゃ取れた。そしたらですね、また体を動かさないようにしてここに置いて OK です。ちょっとですね怖いけど、いや、やめとこう、やめときます。はい、チャレンジある人はさ、でもこの辺だと多分刺さらないと思うんですよね。ちょっとまあこけたら多分もうそのままズブ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 といっちゃいますけど、はい、ではですね、このまま行ってみたいと思います。バスが来たけど行こう。よいしょ、はい、こんな感じです。引き続き方向お楽しみください。なんか各地にね、出口みたいなところがあるんで、ナビが右に出ろだなんだって言ってくるんですけど、はい、あとさっきの、おばちゃんの会話を、聞いていた方は分かったと思うんですけど、なんか夕日がねすごい綺麗らしいんで、夕方来てもいいかもしれないですね、ここは。ちなみにこんな感じで6キロ先まであるみたいです。詳しくは測ってないので何キロまで あるのかは分かんないですけど、ちょっとですね出るところが無難なところを、無難なところからですね、無難なところから出たいと思います。なんか途中中途半端なところチャレンジしてハマってももう身動き取れなくなっちゃうんで、
いやいい景色が最高だもん。これは300メートル先右方向です。今時速40キロぐらいで走行中ですね。はい、なんかあっちももうずっとあの続くみたいなんですけど、まあ僕はちょっとここで、はい、出ようかなと、柳瀬出口というところで出ようかなと思います。はい、ここですね、柳瀬出口は普通に、うわ危ね、うわ危ね、うわ危ね、おぶねえ、いやーやばいやばい、もう砂が足場を取ってくる、足回りを取ってくるんで、太陽やばかった。あそこでこけたらもうって思うと、もう本当にやばいっす。いや今のを見てですね、まあ俺は大丈夫だよっていう方も多分いらっしゃると思うんですけど、あのまあハッとした人はあのもう本当に誰かと来るとか、あとはもう慎重にちょっと砂は避けるとかした方がいいですね。なんか今の超わざとやったわけじゃないですけど、マジでビビりました。はい、ガソリンがやばいんで給油しに行きます。あ、ここスターバックスあるんだ。でもいいや、飲んでる場合じゃない。時刻はですね、今15時24分、福島県の、ゴールドラインを登っております。ゴールドラインを登ってます。なんかもう名称がね、スカイラインじゃなくてゴールドラインみたいですね。紅葉がすごい綺麗なんで、もうちょっとで終わっちゃうのかな。そしてこれどこまで登るんだろうっていう。あとですね、やっぱり山の上なんで、寒いです。下は普通にあったか、ポカポカ、ちょっと今日は晴れなんで、下がですね、日が照っててあったかくても、やっぱ上の方登ってくると、その途中からなんか、ああ、冷えるなみたいな感じにやっぱなるところがあるんですね。なんで、やっぱ防寒対策は、まあ、しっかりしてくるに越したことはないかと思います。はい、まあ、こんな感じでね、上どこまで行くんだろうっていう感じで、まあ、ちょっとですね、僕はここ本当にまだ来たことがなかったので、ちょっと上まで行ってみたいと思います。それではですね、今回の、九州ツーリング福島県の、最後はですね、ゴールドラインを走って、締めるというところで、先ほど走り終えて、今ですね、猪苗代インターから乗って、これから埼玉の方に、帰りたいと思います。はい、ただいまですね、時刻の方が16時26分、気温が11度くらいでした。まだバイクは乗ってこうと思うので、はい、まあ、その辺もですね、今後は、まだまだお付き合いいただければ、嬉しいなと思います。あとやっぱ自分自身として、まあ、動画やっていくにつれ動画のクオリティとかもなるべくですね、上げていきたいなとか、やっぱ機材とかもちょっとこだわっていきたいなっていうのがあるので、まあ、その辺もですね、ちょっとバ
ージョンアップというかパワーアップしていきたいなと思うので、まあ、今後とも、見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、じゃあそれではですね、長々となってしまいましたが、これにてですね、一旦今年、最高に、長い約1週間の、ツーリング、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。